しこの動画が好きだと思ったら、いいね、コメント、シェア、お願いします。好的，我是刘坤。今天不是美丽餐时间，也不是我去野钓时间，今天是一个特别的日子，今天是我老婆的生日。耶！这段是在生日之前拍的，因为我送我老婆的生日礼物已经寄到了，所以让我老婆做个开箱视频。嘿，闹走。叮叮，哦。我老婆是人生第一个平板电脑。哎呀。軽。最新款平板电脑。私タブレットってもっと重たいんやと思ってた。軽。还有第二个，何これ？開けてみて。あ、何言ってる？おお、なんか高級感。ええ。ディリーン。我为什么送我老婆平板电脑，还有就是那个笔呢？因为我老婆画的画确实是不错，所以我以前在直播的时候聊过这事儿。我自己想的啊，就是，大家喜欢我老婆的人特别多，所以我想着让我老婆做点什么能回馈大家，所以就想让她画点画，设计点 T 恤衫啊，就是衣服啊，还有就是帽衫啊之类的，让她画一点，让她做一点，就是她喜欢的感觉不错的。然后这些东西呢，我们到时候我只送不卖，所以。有喜欢的朋友请持续关注我，先试试吧，如果是合适的话我会不定期的做一些那个衣服啊，做一些那个帽子之类的东西，然后不定期的送给大家，请大家持续关注。好了，下面进入，下面就是别的朋友送我老婆的礼物时间，开箱。谢谢你更，你懂吗？今天先开个箱吧，这个东西已经邮到了，已经到了，是一位朋友寄过来的我老婆的生日礼物。我跟我老婆现在正在选那个房子的壁纸的颜色，所以现在就是，はい、見てお願いします。おお、見て、見つけ。可愛い。这不做广告。こんなん大好き私。不做广告，我老婆喜欢这种画。めっちゃ好きこういうの。这种画风。すごい、綺麗。美味しそうや。何味？チョコとかじゃないよな、きっと単純なそんな味じゃないよな、きっと。よろしいだろうか。なんで。残念、書いてません。嘘、そんなことある？書いてないとか。書いてない。我老婆问我什么味儿，我说。当てるわ。不知道，我也不知道什么味儿。我老婆说她要尝一个。食べたいだけや。虽然说我们现在已经十二点了，夜里十二点已经放完了。どれ食べる？どれ食べる？なんて読むこれ？定胜。定胜。嗯，絶対勝つっていう。普通に日本にもあるようなこうよく温泉街で売ってる温泉饅頭の匂いやな。いただきます。ああ、これ中国のある匂い。月餅みたいな感じ。うん。好吃、美味しい。还有一个是故宫，我天哪，故宫文化厉害厉害。これ多分昔王様とかしか食べれないやつやで。我跟我老婆土鳖了啊！第一次见。え、キラキラしとるよ。第一次见这么漂亮的东西。すごいすごい。我的天哪！我俩土鳖了啊！あ、これがボタン、ボタンって何じゃの？牡丹。あ、これ違うわ。うん、ボタンかな。うん。蓮花。ボタン。蓮花、梅、白花。梅花。梅花。厉害厉害厉害，看着很漂亮，厉害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 。きれい。这东西确实厉害，我天哪，这朋友真的是很用心的，因为像这种点心，比较传统的、比较漂亮的、比较好看的点心，真的是，我是很少见啊。说实话，在我们老家很少有这么好看的，越来越少见了。选的这个点心真的很好看，味道还不错。我虽然没吃，因为是我老婆的礼物，我不敢吃，我怕我吃完之后有没有说抢主播的东西了。看上去真的是很漂亮，很可爱。感谢，谢谢。哦，将。哦。なんやろ、あの。胸针。ピンみたいな。
嗯，そうそうそう。きれいきれい、すごい。つけといたら今。今？うん、今服に。つけとくわ。こういうのってさ、うん、夏はなかなかこう薄着、しっかり重たいし、うん、これ。そう、夏はなかなかこうあれないけど、冬とかマフラーを。巻いた時に、うん、私結構止めて使っとった学生の時とかこういうピンをわざっとこうやってしてお、いいじゃない、綺麗綺麗、かわいい、シーシー、ありがとうございます、すごい、おお綺麗、すごい、かわいい、なんで匂いかね、おお、シソン、梅花、燕子、かわいい、何、どうやって使うの、筒型になってるよ、これは何なの、ゆうちゃん、这个具体怎么具体怎么用不太懂啊，是不是应该是这个样子用啊，違うと思う、絶対違うやん、書いてないね、後ろに2000 years later、 こういうこと、こうなんかこう、こう使うってこと、あー、そう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 、なにこれ、なにこれ、あ、ジャム、なんでジャムやねん、ハンドクリーム、いや、ハンドクリームか、ごめん、ジャムと思った、メイディンクレヨン、でも韓国製、実はりゅうちゃん、うん、日本で韓国メイドインコリアンの化粧品は流行ってます、うん、おお。最初は冬だけやったけど、もう最近は夏もあかん、もう寝着物できて破れてもめちゃくちゃ痛かった、こう会社のカバンとかに入れるし、うん、これ大小刚、大小刚刚好、伊藤瑞希誕生祭、すごいことになったな今年这个汉服要不要，如果是我老婆的，是送，应该是送我老婆的吧。私、こうか。え、あれや、なんかその現代版にしたみたいな、キャミソール的な、うん、私か。うん。いつ着るねん。いつ着るねん。ちょっと私そんな若くないよ、でも可愛いけど。お、いいんじゃない、だから多分これをキャミソール上から着てこれ着るみたいなことでしょ、上からでミニスカートみたいな、うん、我觉得不错、我觉得可以、夏天的话可以穿一下试试就是有点裙子、我老婆说她自己的 腿有点太粗了、所以不适合裙子、お、中学生、高校生の時の制服ぐらい、我老婆说腿有点太粗，腿太粗了，不敢让大家看，像大象的腿一样。但是衣服真的很可爱。他说就是在能穿得上，加油减肥，努力减肥。最初に、あのおめでとうご、お誕生日おめでとうございます。何を書いたらいいかわからないけど、とりあえずプレゼントしたものがどういうものと注意事項、うん、で、これは A few inches later. くしょ、おお、ほんとすごい、はい、ここ見せよう、かわいい、すっごい、厉害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 、かんざしみたいな、おお、这边还有固定的，我天哪，太精细了！让我偷偷看一下丽江的东西啊。普段使うには、おお、怖いね。咦，小兔子。あ、可愛い。もう絶対喜ぶやん、それ。咦。青いかも。ピンクとお花。我的天哪，太漂亮了。え、ちょっとこれ見せたいけど、ちょっとさ、うん、これも大変やから、また今度じゃあかん、いいよ、そう、ちょっとなかなかこれ、うん、いいよいいよ、急いで壊したらあかんし、うん、私これ好き、これ我老婆喜欢那个花、
ひまわりよねきっと、うん、ちょっとこうなんて言ったらいいの、花が散っとるじゃないけど、ここにさなんか3本ピッピッピッてついとるの、これすごい、ありがとうございます、シェシェ大事にします。この動画がもし好きだと思ったらいいね、コメントをお願いします。